横浜 GSFC は、神奈川県横浜市を本拠地とする総合型地域、スポーツクラブである。本項目では、トップチームを中心に、クラブ全般並びにトップチームの前身である、コブラフットボールクラブついて記す。2017年現在、キッズ、ジュニア、ジュニアユース、トップチーム、ウォーキングクラブ、フィットネスクラブが活動しており、運営はすべて、 特定非営利活動法人横浜 GSF クラブが行っている。横浜市ほどがや区ゴンタ坂、堺木地区で活動していた1987年創設の小学生サッカークラブチーム GS ファイターズを源流とする。1997年にジュニアユースを設立、2004年に当時神奈川県社会人、サッカーリーグ2部 A ブロックに所属していた。 コブラフットボールクラブと合併し、コブラフットボールクラブを移管する形で、トップチームを設立、同時にキッズも設立し、クラブ名を横浜 GSFC へ変更した。2005年より、トップチームの名称もクラブ名に合わせ、さらに名称には、トップチームの前身であるコブラフットボールクラブから、コブラを取って横浜 GSFC コブラとした。 GS の G は東京箱根間往復大学駅伝競争でも有名なゴンタ坂 S は堺目次像がある堺地のことであり、それらの頭文字を取ったものである。コブラフットボールクラブは神奈川県横浜市、横須賀市を本拠地としてかつて活動した社会人サッカーのクラブチームで現在関東サッカーリーグ2部に所属する。 横浜 GSFC コブラの前身になったクラブである。2000年2月に、現在、横浜 GSFC コブラの理事を務める江原雄二と、コブラフットボールクラブの監督を務めた井浦正信によって、創設、2001年に、神奈川県社会人、サッカーリーグ3部に参戦するが、リーグ戦では、かつも、神奈川県社会人2部リーグ昇格トーナメントでは2年、 連続でその壁が破れなかった。2003年に川崎フロンターレの監督を務めた今井敏明をヘッドコーチに招聘選手では現在川崎フロンターレ U-15 のコーチを務めるもと、J リーガー高田栄治も獲得し、ようやく神奈川県社会人、サッカーリーグに武将格を決めた。続く2004年、クラブは小学生サッカークラブチーム、 GS ファイターズとの合併を決め、総監督に GS ファイターズの代表を務め、現在、横浜 GSFC の代表を務める青島直樹が、就任、コブラフットボールクラブとしてはその歴史の幕を下ろしたが、横浜 GSFC が本クラブを移管する形で、トップチームを設立、コブラフットボールクラブから、コブラを取って、横浜 GSFC コブラとした。 横浜 GSFC コブラは神奈川県横浜市をホームタウンとして活動するサッカークラブ。2004年 GS ファイターズとコブラフットボールクラブの合併によりクラブ名を横浜 GSFC へ改称。同時にトップチームがコブラフットボールクラブを移管する形で設立。2005年よりトップチームの名称を横浜 GSFC コブラへ改称した。 2006年、神奈川県社会人、サッカーリーグ2部 A ブロックで優勝。コブラフットボールクラブ時代を含め、7年目で初めて、神奈川県社会人、サッカーリーグ1部に昇格した。2008年には、元日本代表で、日本代表監督も務めた森浩二を顧問として迎え、湘南ベルマーレから、外池大助も加入した。同年のリーグ戦では、 神奈川県社会人、サッカーリーグ一部で3位となり、開催県代表として関東社会人、サッカー大会に初出場。準決勝で、日立ビルシステムサッカー部に敗れ関東サッカーリーグ2部、昇格は果たせなかったが、急速に実力をつけていることを示すと、2009年は神奈川県社会人、サッカー選手権大会で3位の好成績を収めた。 その後のリーグ戦では浮き沈みはあったものの、おおむね好成績を収めると、2016年の神奈川県社会人サッカーリーグ一部で2位となり、3度目となる関東社会人サッカー大会出場を果たす。同大会では準決勝でザスパクサツチャレンジャーズに勝利し決勝に進出。決勝ではトゥーヒーに敗れたが、初の関東サッカーリーグ二部昇格を決めた。 2017年、主な新加入選手として、ガイナーレトッドリから小屋のケンラオスランサーアンユナイテッド FC からエビサワ・ヒロキなどを補強、その他、2013年から、テクニカルアドバイザーを務めていた外池雄介が、コーチに就任した。スタッフ選手、チームカラーユニフォームスポンサーユニフォームサプライヤー、歴代ユニフォームスポンサー年表 GS ファイターズに、関する、カテゴリー、 コブラフットボールクラブに関するカテゴリー、ありがとうございます。